その言葉通り成就するとね。だからまあ旧約聖書には確かにね、アブラハムの約束があり、ダビデ王国の再びね起こされるというね、そういう預言者の、約束が垣間見えるわけですけども、しかしまあそういう旧約のね描写ね、そうですね、このどうするのかということはね、私たちの捉え方は、十字架を、ね、イエス・キリストの十字架をマスターキーにして解釈しないといけない、ね、だからこの非常に重要なですね、旧約というのはですね、その見方によってはですね、非常にユダヤ的視点ね、ね、ユダヤこの民族主義的な視点、ね、そういうようなものが非常にこのどれか強調されて聖書解釈しようというね、そういう捉え方なんですね。だからどれかあるね先生方がね、ユダヤ的視点ね、このユダヤ人の元ラビによる聖書解釈、旧約聖書は何というか高速道路を疾走するように理解できるとかでね、宣伝されているのを見たことありますよね。中身はですね、完全にこの行き過ぎた自利主義のディスペンセーションの解釈なんですよね。でものすごいだから旧約のエゼキエルをベースにして黙示録を解釈するわけですよ、ね、でエゼキエルにどういうことを書いてあるかというと、さっき言いましたようにね、もう戦場でたくさんの人が死んで、死体が転がって、そこにハゲタカとかね、獣が来て食い尽くしているというね、こんな風になる、ね、裁きのね、そんな世ね。そのままですね、このエゼキエルから黙示録のですね、ちょこちょこと書いてあるのを、あとね、拡大解釈するわけですよ。そしたら第三次世界大戦のそういう描写になりですね、そしてこの、なんて言いますか、この、巨大な、この、挿入というかね、教会はね、巨大なこの挿入になってしまう、ね。ね。そしてこのユダヤ、この民族主義的なね、民族主義的なね、ここでですね、このイエス様の死状況だから延期されてね、延期されたものは再びここで再開されるね。これがディスペンセーションの千年王国論であるね。その、玄関口としてのね、大観覧ね。で、マタイ24章にはですね、この、選びの民というね、が観覧を通ると書いてあるんですね。しかしね、この選ばれた民というのはね、新約聖書ではね、これは信仰者なんですよね。イスラエルを指してるんじゃないですよ。だからマタイの福音書を書かれたのはね、もう教会がですね、この異邦人がどんどん入ってきてですね、このユダヤ人と異邦人クリスチャンの混ざった教会、ね、そしてこの第一世代がですね、第一世代のイエス様を直接知っている人がですね、どんどん手に召されていく時代にね、この文書化しないといけないということで文書化されていったときだから、その時のですね、この読む人たちというのはですね、それはユダヤ人クリスチャンであり異邦人クリスチャンの両方いる教会の読者はね、でそれをですね、もうどういうかこの聖書解釈法というね、この包丁ですよね、包丁でこのマタイ伝を読んだらですね、読めるんですよ、そういう。だから黄色いサングラスが来たらみんな黄色って見えるでしょ、ね、それと一緒なんです。だからユダヤ的視点、ユダヤ民族主義のですね、この色彩を持ったねのサングラスなんですよね。全部そのように読める、ね、そしたらですね、こういう特殊な、ね、特殊な挿入としての教会が出てくる、ね、しかしですね、このパウロはですね、ね、このそのような見方をします、ね、ユダヤ人もある程度そういう考え方、興味ありますよ。だからユダヤ人からクリスチャンになった人なんかには、非常にこういう考え方は
ね、嬉しい、ね、というところがあると思います、ね、しかしですね、パウロはね、ユダヤ人クリスチャンであるパウロ、ねね、先ほど言ったようなペテロ、ね、それからヤコブ、ね、ヨハネ、こういう人たちは、ね、どういう聖書解釈をしたのかというとですね、まあ、先ほども言いましたように、ね、このアブラハムの肉的な子孫イコール真のイスラエルではない、この中に、ね、信仰、アブラハムの信仰、ダビデの信仰を持った真のイスラエルがいる、ね、真のイスラエル、ね、だから肉のイスラエルというのはですね、割礼を受けただけの、ね、イスラエルなんです。真のイスラエル、ね、これは割礼を受け信仰、ね、そしてですね、このその人たちはね、その人たちは信仰の本質から言ってね、この復活信仰であり食材信仰、ね、でそしてこのね、この十字架をですね、イエス・キリストの十字架を望み見ている信仰なんですよ。望み見る信仰ね。で、私たちの新約のクリスチャンはね、これ振り返る信仰なんですよね。ね、だから私たちもカルバリで完成された2000年前のね、あの十字架を振り返っているわけです、ね、旧約の神のために望み見ているわけです、ね、どちらにしても、ねね、このおぼろげであるかもしれないけども、ね、その本質は、ね、に焦点を当てているわけですね。だからこれはですね、この、ね、この旧新約、ね、旧約、ね、新約の、ね、神の民、ね、これは一体である、ね、だからガラテヤ書にね、6章でね、クリスチャンのことを神のイスラエルと呼んでるわけですよね。だからこの聖書館でですね、聖書館でこのね、基本的なことは、ね、教理史でこの聖書をどう捉えるかというね、聖書観で大事なことは ね、 ね、この OT とですね、NT の一体性なんですよ、ね、これは人たちが理解した、ね、つまり当時は旧約しかなかったけど、それを十字架中心にね、この全ての聖書を理解しないといけない、予言もね。だから、アダムとエヴァの問題もね、ローマ5章を解釈する、ね。アダムにある、キリストにあるとかね。あるいはこのアブラハムの約束、ね、ローマ4章に書いてある、ね。アブラハムの信仰、ね、その復活信仰、ね、これはキリストの復活信仰と、ね、同じである。ね、でダビデのね、この食材の信仰、ね。だからこの旧約のね、ダビデの映画に焦点が当たってる、ダビデの罪に焦点が当たってるんですね。だから常にこれが中心なんですよね、円の中心は。しかしね、ディスペンセーションになるとですね、この円の中心がですね、このどう言いますか、このダビデ王朝の最高というかね、このイスラエル民族の復活のようなことが中心なんですよ、中心概念ね。でそうではない、ね、パウロはですね、このどういうか、そういうこの肉的な、ね、予言の従事ではなく、この霊的な、ね、だからこの行き過ぎた自利主義でもない、行き過ぎた象徴主義でもないね、この聖書の言葉をそのまま神の言葉として信じるんだけれども、ね、その中にですね、このどう言いますか、象徴的な意味が隠されてね。だからこのアブラハムの子孫に祝福の約束が与えられている、一つと子孫のね、しかしですね、それはですね、私たちに与えられるこのキリストにある恵みでありね、この天的な祝福にね、結びつけているわけです。だからこのバランスの取れたね、ここにあるのはですね、このバランスの取れた、ね、自義主義であり、ね、
自義主義に根ざした、ね、このバランスの取れた、ね、象徴的な理解であると、ね、だからディスペンセーションの、ね、古典的な捉え方ですね、象徴的理解というね、こういうことを言うから、リベラルだと決めつけるんですよ。ね、しかし、今度はパウロとかペテロ、ギャグ、みんなリベラルですよ、ね。人たちはみんなですね、この旧約の預言の中に、ね、この真のイスラエル、そして旧新約を貫く、そしてこの新約のクリスチャンたちをも含むですね、一つの神の民としてのね、そういうイスラエルを見てるわけです。そして解釈してるわけです、ね、それがイエス・キリストの十字架の意味です。もはやユダヤ人も、ね、ギリシャ人もない、異邦人もイスラエルもない、ね、両者の壁が壊されて一つになったんだとエペソ書に書いてある、ね、だからこの旧新約の一体性、ね、これをです、ね、バラバラに見るのはです、ね、初期 の、まあ、エビオン派とか異端の中に見られるんですね、これはね。だから、まあ、ディスペンセーションは異端とまではいかないけれどもですね、歪んだ聖書解釈が、ね、こう歪んだ誤った教会観、終末論に影響する。だからこのディスペンセーションのこういう解釈はですね、先ほども言いましたよね、この中にも優れた神学者が育ってきますからね、どんどんですね、ね、古典的、ね、からですね、修正、ね、されて、そして全身的と、ね、全身心ですね。こういうふうに、ここに書かれているディ、ね、スペンセーションの特徴のね、こういうのは全部自分たち否定していってるんですよ。ね、でこちらにどんどん流れてるんです、ね。で、用語とか説明はね、結構こちらのをですね、使うんだけども、内容はこちらにね、変質してるんですよ。ね、でそれがですね、まあ、こういう流れなんですね。だから、まあ、そのことがね、そのことが配りましたね、ウェイン・グルーデムのね、中に、書いてあります。4ページの下にね、ルイス・ステイリー・シェイファー、ね、これはディスペンセーションのね、まあ、ダラス神学校をね、校長した有名な組織侵略者、皆さん多分ライフセンターとか行ったらね、命の言葉してからシェイファーとかね、ウォルフとかね、ライリーね、こういう人たちの、まあ、侵略者を目にすると思いますね。まあ、この人たちは、まあ、ダラス侵略校ですね、まあ、ディスペンセーションの牙城といわれたね、ジェームズ・アールの影響を受けたね、そういう流れの中ではいですけども、校長がどん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 こういうふうにね、中身をディスペンセーションの中身を変えていってるわけですね。しかし初期学んだ人たちは昔のままなんですね。これがまあ非常に現場をですね、だからどう言いますか、このバスの本の中でもね、書いてありますけども、ね、ディスペンセーションの、ね、群れの、ね、あれとしてですね、この非常にまあ言ったら、インテリ、ね、インテリな、そう抱えているですね、新学校、ね、はですね、どんどんこういうふうに前、福音主義の内容が変わってきているわけです。しかしですね、このバイブルスクールレベル、ね、前から牧師が前から教師をしているような学校で、こういう力がないんです。だから、この辺りとどまってね、こう堂々巡りをしているというね、まあ、40年間、放浪しているような状況。ね、ほんで、まあ、こういう動きがあったらね、そんなことは絶対してはいけないみたいなね、こういう形で対応するというね。そして、そういう底辺にですね、この信徒の人たちがいてですね、信徒の人たちを勉強する機会もあまりないんですから、もうこの世界の中で、まあ、ハルウィンゼとかティムラフィンだったらね、ああいうフィクションの世界にね、
の本をいっぱい買って読んでね、もうあの参拝品だというね、そういうこうお客さんがいてね、まあそういう感じですね。だからまあそのここにもう4ページの下にもまああのディスペンセーションツリーのまあ教義はですね、このまあ最初も言いましたようにこの古典的な流れの中ではね、まあイスラエル民族ね、そして教会は挿入と、そしてイスラエルの預言は洗礼を大胆な洗礼を通してね成就されるとね、延期された約束はここで成就するとね、こういう解釈ですね。でここで出てくる教会観というのは ね神の二つの民、そして神の二つの、まあ、ご計画と、ね、この分断するわけです。しかし、まあ、福音主義の考え方はですね、あの言いましたようにですね、それはですね、この民族的イスラエルとはありますけども、しかしその中にですね、霊的イスラエルが、ね、OT の真のイスラエル、そして MP のクリスチャンたちね、クリスチャンの中にも洗礼を受けただけの、ねね、カトリックが用意洗礼しますから、あの活用を受けただけのイスラエル、洗礼を受けただけのクリスチャン、ね、そういうあれ本当の、ね、神の神、真の神、ね、真の神の神、ね、の一体性、ね、これは神の一つの民、神の一つのご計画である、ねね、当然こういう理解に立つとですね、どういうことになるか、終末はですね、大観覧がこうあるけれどもです ねこの黙示録の4章以下、ね、またテサロニケやまた24章のことね、書いてあるようにね、教会は観覧のただ中でね、守られる証し、リバイバルのおかげですね。そしてイエス様がですね、この観覧の終わりに来られてですね、そして敬意をされてね、そしてそこでですね、花嫁がですね、花嫁とともにね、地上に降りてくるというね、そういうこの再臨の一体性ですよね。福音主義の、まあ、再臨理解は一つなんですよ、一つ。再臨は一つ、ね、一連の流れの中で起こるんですね。でこれを、まあ、こちらではですね、こういうふうにな教会観を持つとですね、あの終末論がですね、終末論がですね、言いましたように観覧前にね、まあ、あの脇役は取り除かれて天国、そして観覧の後に地上に降ってね、そしてまああのイスラエル民族中心の洗礼論で、まあ、ここでまだ教会の地図経緯の解釈がいろいろありましてね、わけわからないのなんですけども、教会は権威あるとかね、なんかいろいろあってね、どちらにしてもまああのこのね洗礼を、大胆な洗礼をねはあの民族としてのイスラエルが、ね、主役で、そして聖書は常に主役はイスラエル、民族性のイスラエルだね、こういう前言ったら、もう先入観全然抜けないんですよね。主役、ねね、民族としてのイスラエル。ね、でこれはですね、このパウロがですね、あの語っているものではない。人たちが語っているものです、ね。人たちが、ね、語っている聖書解釈のガイドライン、ね、理解はですね、新約に示されていて、その内容は、まあ、こういう内容なんですね。教会観にしても、終末論にしても、またこの聖書解釈方法にしてもね、うん。で、そのところがね、もう、まあ、日本のキリスト教会はですね、7年なんていうかね、盲点になってきているんですね。うん、まあ、その絵がですね、まあ、初めて、まあ、あのエリクソンの書物によってね、本格的に、まあ、CT スキャンをかけられてね、そして、まあ、その
まあ、手術が始まっているという、まあ、あの段階であるんですね。あと、まああのまあ、ディスペンセステーションの資料をお渡しましたけれども、ディスペンステーションではですね、急進薬を、まああのおまあ、ここでですね、急薬を立法、ね、の時代、ね、OT、で新薬をですね、この恵みの時代とかね、で千年王国を、まあ、神の国の時代、から立法の前にもですね、良心の時代とかね、ノアの時代、それから、まあ、アダムの時代、無垢の時代、ね、罪がなかった時代、ね、とかですね、1、2、3、4、5、7、もう一つぐらいですけども、まあ、資料に書いてますよね。で、7つの時代に分けてですね、分け方もこれいろいろあるみたいですけども、ほんで、区分するのは、まあ、政治理解で、まあ、この一体性を認める中にもあるんですけども、何が違うかというとね、この時代によってね、この時代によってこの、なんていうんですか、この時代は立法によって扱われるんですね。しかしこの時代は恵みによって扱われるんですね。神の取り扱いの、まあ、原則がその時代によって違うんだというね、この考え方ですね。しかしパウロなんかはですね、もう創世記から黙示録まで一貫してね、ね、神の恵みによる信仰によるね、アブラハムもそうだったね、いう感じですね。こう恵みより信仰によるのであって、ね、アブラハムの祝福の約束の中にもね、この新約のクリスチャンが同じ持っている信仰を中心に位置づけているわけですよね。だからこのどう言いますか、これがこう時代ごとに変わるというね、こちらは神の取り扱いの原則は一つであるね。だからそういう形ですね。だからこういう物理理のですね、解釈が古典的な中にあるんですけども、こちらなんか全然こういう内容はないんですよね。この取り扱いの原則が違う、この表の側はね、7つの時代が残ってる。中身はね、中身はこちらになってしまってるんですよ。恵みによる、福音による取り扱いの、ね、だから、ディスペンセーション主義者自身によってね、こういう取り扱いの原則は、まあ、否定され、克服されてね、こちらに近づいているというね、ことです、ね。こういう世界ではそうなんです。しかし、こちらでは、ね、もう、この荒野の世界をぐるぐる回っている。ね、まあそういう、まあ、ことですね。それからまあ、上に言いますと、まあ、この時代ですね、この大観の前にこう敬虚されるというね、これはですね、ディスペンセーションでは非常にこのリベラルがね、リベラルの中からこう離脱したという経験があります。このディスペンセーションのね、ブレザルのね、そういうこの離脱ね、あるいはこの分離ね、リベラルのこう予的な教会、そしてブレザルのですね、ブレザル、これは教会は天敵であるね、しね。洗礼を受けている未信者の組織みたいなリベラルの教会はですね、これはこの世的であるけれども、ね、ブレザレの真の信仰の共同体であるこの教会は天敵であるね、天にこの属しているんだというね、そういう考え方、そして離脱とか分離とかいう考え方が強いんですね。それがですね、一つまあ敬虚の教え、まあ、配慮であるというね、そういう事情もあるんですね。まあ、どちらにしてもこの、まあ、いろんな時代の、ね、展開の中でディスペンセーションも神学的なレベルでは、ね、大きく変化してね、内容的には福音主義の内容とほとんど変わらなくなって
ている、ね、そして、まあ、こういうですね、教会を総任とした考え方もね、これも真鍋先生の中の前進主義的な、まあ、ダラス自身のね、今こっちこの辺りに来ているらしいんですけども、ダラスのタルボットのグレイス、ね、まあ、ディスペンセーションの昔はこの有名な大規模な神学ですね、みんなこの辺りまで来てるんですよ。しかしこのどう言いますか、もっと小さなね、なんていうか、あまりないないなバイブスというところでですね、もうずっと、まあ、ここを回ってるっていうね、こういう現象で、日本の場合も、まあ、似たようなところがあるわけですね。やはりこういうところまでこういうことができる学校っていうのがね、これから、まあ、起こってきつつあるし、まあ、私の中では、まあ、こういうふうに種をまいておいてね、まあ、皆さんがそういう時代をね、背負って、将来背負ってくださったらなって、ね、皆さん の教科団体の先生とそこまで、ね、変える影響力は私ないですからね。私は自分の団体で牧師までこの、ね、牧師会でね、こういう話をして、まあ、大半の人は全体を理解してね、まあ、そういう方向に進むということを、まあ、了解してくださった感じね。それまではどっちかというと、私から学んだ新学生が伝道師とかやったので、先生困りますという個人的に言われることがあったんで、今は変わってきたことですね。だから本当に、まあ、いや、うちの団体の進学校ってもう何十年も変わらんかなというね、まあ、私が教えた人たちが育って教会を担うようになったらね、学校も教会も変わるかなという感じで、まあ、いろんな動きがあってね、こういう取り組みを公に、声を上げてするようになってから、まあ、ちょっと変わってきたかなという感じですね。で、まあ、まあ、前進主義にまでも言ってもですね、どちらかというとディスペンセーションの、まあ、まあ、こう DNA を持っている、ね、歴史を持っている先生方はですね、この福音主義の理解に立ちつつですね、同時にこの千年王国、ね、また終末領域はですね、この、まあ、民族としてのイスラエル、ね、これに、まあ、特別な役割というものを、まあ、まあ、認める、そういう、まあ、理解を結構持っているということなんですね。だからこのほとんど、まあ、こういう福音主義的な理解で、まあ、共通項ができているわけですけども、このイスラエル、ね、イスラエルの位置づけというところでね、この両極がありましてね、一つは、まあ、小羊の奥の中で言いますけども、イスラエルの民族性を強調、ね、極端に強調するのが、まあ、ディスペンセーションですよね。そして、まあ、イスラエルの民族性をですね、全く認めない、イスラエル の普遍性ですよね。イスラエルはもう影であってね、消え去ったんだ、ね、クリスチャン、ね、ユダヤ人クリスチャンを含むクリスチャンだけがね、この神のイスラエルだ、ね、今のイスラエルの国民や民族に、ね、これはもう違法人と全く変わらないというね、そういう捉え方ですね。これは、まあ、改革派神学の中にね、一つの特徴としてあるところですね。だから、まあ、こちらの、まあ、解釈であるローマ書の11章の終わりにね、イスラエルは皆救われるという解釈なんかはですね、これはこれまでに救われてきたクリスチャンの総数を表すんだよね。イスラエルというのはクリスチャン、ね、と、まあ、理解する。でこちらはですね、ローマ11章で、ね、どちらかというとですね、イスラエル民族、ね、に焦点を当てる、ね。しかしですね、この、まあ、エリクソン、ね、ラント、ね、岡山先生、ね、こういう、まあ、福音派の、まあ、優れた神学者たちがね、この基本的にはね、このこういう一体性ですから、
例のイスラエルというね、そういう面ではこちらの神学的な絵画家と同じ基盤に扱うんですけれども、同時にですね、このこうイスラエルの民族性のですね、の中にですね、このローマ11章の終わりのイスラエルが救われるというところにね、週末のこの大観戦の時にね、このクリスチャンたちのですね、殉教を恐れない証を通してですね、このイスラエルの中にリバイバル、大規模なリバイバル、違法人の中でも私は起こると思うんですけどね、でその中で救われたこのね、この大規模なね、大規模な改心ですね、イスラエルの中でね、でそこでですね、まあ、イスラエルの何らかの役割があるんじゃないか、これは、まあ、推論の中でとどまっているわけですけどね、どちらにしても こちらで言われるのはね、千年王国は、ね、こうユダヤ的なものだとか、このここでですね、アブラハムの祝福の約束が土地と子孫、ね、今のパレスチナとヨルダンを全部含めた土地が文字通り開発される、文字通りダビデの王座が復活し、ね、エルサレムが首都となり、そしてこの神殿が、ね、回復し、またこの生贄も捧げられるというね、こういう民族的イスラエルのそういうものはこちらは、そういう極論は否定する、ね、しかし完全にそういう、まあ、視野がなくなったかというとそうではない、ね、このまあ言ったらエリクソンもラッドの言葉を申しますけども、ね、真理はいつも真ん中にあるというね、両極端の中にはない、ね、真理はいつも真ん中に、ね、そういうスタンスがこちらにはあるということですね。でこれは非常に、まあ、穏健中庸なスタンスでね、非常に、まあ、素晴らしい理解だったと思いますね、まあ、そのあたりが、まあ、今後、まあ福音派の、まあ、中心的な、まあ、理解としてね、確立されて、まあ、すでに、まあ、このね、どういうか、神学者の間でのね、そういう理解の共通項のようなものがね、できていってるわけですけどね、それが広まっていくと。このブルーベルという人も、まあ、これはハーバードを出て、ウェストミンスターで学んだからね、非常に素晴らしい、トリニティ神、アメリカのトリニティ神学校で長年組織神学を教えている先生の、ね、原稿ですね。その、まあ、教会でスライド箇所の、まあ、私の翻訳ですけどね、これも非常にこの辺りの動きをね、よくまとめている優れた文献なんですね。で、まあ、ディスペンセーションとディスペンセーション主義の原稿もまとまってますけども、まあ、これはこの辺りのね、7つの時代をディスペンセーション、古典的ディスペンセーション主義ではどのように理解しているかというね、この高木啓太先生というね、ディスペンセーションのバリバリの先生ですね、まあ、一応、まあ、こんな、ディスペンセーションがこういう教えだということを知ってもらうためにね、一応まあお配りしてるわけですね。でこれがまあ修正されてね、規定されて乗り越えられて、まあこういう理解にまあ導かれてきているんですね。そこでそこまでで質問ありませんか？ディスペンセーション主義っていうのは具体的にもっと、もっと言うことに
だからこの今言いましたこのプリントで、ね、詳しく書いてありますのでね、まあ、ディスペンセーションというのは、まあ、どう言いますかこの聖書を、まあ、あの7つの時代にこの区分してね、まあ、この一つ一つをディスペンセーション、まあ、あの直接的な役では摂理とか、なんかこう、神様の、まあ、その時代における取り扱いというかね、まあ、そういうまあこと、だから結局、聖書はまあ言ったらこう、有機的、統一的なものでなしに、この長くの、 あの時期に分けて、あのそしてそれぞれの時代に神様の取り扱い、旧約のイスラエルは、まあ、律法をもとに取り扱いとか、新約のクリスチャンの恵みによってイエス・キリストの恵みに取り扱いとかね、そういうふうに、まあ、あの時代によって神の取り扱いと人間の責任の度合いが違うというね、そういうあの聖書解釈 の、まあ、あの行き過ぎた時期的な解釈法ですね。そのことは、まあ、結構あの分かったようであの分からないあのところがあるのでね、ちょっと、まああのまあ、翻訳であの翻訳ですかプリントに配ってもらってね、ディスペンセーションですね、まあ、このプリントの最初にありますように神はご自分の真理を一度ではなく全身的に掲載、人類の歴史の各区分において啓示の量が行われたために人間の神に対する信頼を行っている。ディスペンセーションとは神の規定の啓示に対する人間の従順が感じられる一つ一つの時代区分を言う。どのディスペンセーションもですね、まあ、時代というふうに、ね、あの訳してもいいですね、時代区分というふうに訳してもいいですけども、人間が神によって新しい特権と責任のもとに置かれることによって始まる人間の雑さらぎとかっていうね、でずっと、まあ、あの各ディスペンセーションについてねあの説明がありますのでね、また読んでもらったらいいと思いますね。ありがとうございます。はい、他に、はい、このジョン・ネルソン・ダービーさんが、はい、最後のここに書いてあるのが、はい、教会制度的なものを否定したくないさっき言ったら、ああ、でこれはディスペンセーションの結構極端な方法だと思うんですけど、はい、でも 今まで正当だったのはこの普通の三角形ピラミッド型、ああでトップがまあ星になるけど、ああでもそれはエリクソン的にはどう考えますか。だからまああのーまあ、それは教会政治でまたあの学びますけどね、あの、どういうか、あのジェイル・ダービーがいた時のですね、イギリスはですね、聖公会、ね、英国国教会、ねね、英国国教会というのは、まあ、言ったらあのカトリックから移行した、カトリックの場合は、まあ、言ったら王を中心にね、あの枢機卿、そしてずっとこの聖職者のピラミッドで信徒一番下にこうあるんですね、そしてあのその、まあ、イギリスにおけるあれがですね、あの、まあ、カトリックが分離したわけですね、そしてまああのどう言いますか、そのカトリックほどではないけども一応こう組織が残ったわけですね、でその中での、まあ、あのあれですね、だからここはですね、あのエピスコパルチャーチというか監督制なんですよね、教会政治家というのはね、それに対して、まあ、あのその中であの柔軟性、あの英国の宗教改革の中の一つとしてはですね、ピューリタンの活動があってね、それはまあ、あのの中ではね、どちらかというと、まああのまあ、大刑というかね、あの長老制というね、長老制、長老でね、エピスコパルね、あの長老制ね、
そして回収性というのはですね、まあ、ある面で、まあ、これも極端ですけども、まあ、信徒が、ね、万民祭祀制というね、回収性ですよね。回収性、ね、でバプテストは大体回収性なんですよ。だから大事なことは、まあ、信徒総会ですよね。でその中でこう賜物のある人が、まあ、回収に、まあ、神と回収に使えるという感じですね。どちらかというとまあ、こっちはまあ言ったら監督がね命令出したらトップダウンで決まっていくわけですよ。人事でも何でもね、監督制の団体というのはあんたあそこ行ってみなさい、ここ行ってみなさい、昔は結婚相手まで決めたというね時代がありますよね。まあ、長老制の場合はまあ複数なんですよね。で特に長老制というのは単に一つの教会の複数制じゃないんですよ。大体いくつかの教会のね、いくつかの教会の長老制というのはね、仲介主義といってね、紹介というのが教会なんですよ。そして教会がいくつか集まった一つのブロックみたいなね、ところのですね、このそれぞれの教会の長老たちが集まって、ここに決定権があるというね。だから一つの教会で牧師がですね、女性問題とか金銭問題で失敗してもね、その牧師が勝手に自分で財産の処分とできないんですよ。財産処分して逃げてしまったとかね、そういうことできないわけです。ここに決定権があるからね、人事とか財産の問題で、共同責任制になる。でこの上に大会というのがあってね、全国のね、だからまあある面で非常に安全な組織なんですね。でこれは改革が経営なんだ、こういうタイプですね。でバプテストは改心性ね、信徒一人一人に決定、だからこの教会の総会に決定権があるわけですよ、ね、そしてそこで多数決ですね。で牧師はその決定に従うんですね。だからこの人事とか、あるいは財産の扱いでですね、教会の総会を通ってないものは、財産の処分なんかしたら、法律的に問われるわけですね。もちろん、まあ、こちいつも総会開けないからね、委員会。で、ここで、まあ、役員会とかに行って、まあ、代議制を取るというね。で、監督制ではない、牧師の独裁はできないわけですよ。まあ、私の団体なんかは、バプテスト系ですからね、こちらなんですよね。それで、まあ、ダービーなんかにですね、ダービーの教職者制の否定というのはね、こちらが前のトップダウンの前から、その監督制ですね。まあ、ダービーなんかみたいなのを、まあ、自分でやめなくても上位されるけどね、で自分でやめていったわけですけども、でこれのですね、まあ、非常に前から組織化された教会が、ね、リベラル化しているから、その前言ったら反動としてね、ブレザレンというのはね、これは教職制度の否定というね、まあ、ある面もありたら、その牧師とかね、なんかそういう教職制度というのは堕落だというふうに捉えたんですね。だからこちらの流れではですね、まあこのバプテストの中でこういう形を取りながらも、ね、秩序があるんですよ。教職制度を認めるし、牧師のね、を尊敬するしね。で、こちらはですね、どちらかというと、逆ピラミッドがない、なんかもう平面というかね、で、信徒はブレザー、兄弟姉妹、ね、でその中で賜物がある人がね、賜物がある人、ね、見事が解ける賜物があったら、メッセージして。で、まあそう、賜物主義というかね、ね、でこちらは前の賜物がなくてもね、制度とか、ね、組織とか、そういう中心だから、賜物がなくてもですね、信仰がなくても監督になったら命令が飛ばせるわけですよ、ね、
でこちらは信仰がなかったらまずね、あの、うん、どういうかもう排斥されるしね、信仰者ばっかりで、ね、はっきり信じたものばっかりで、賜物がある人が見事なまだ、まあ理想的に思えるんですけども、しかしですね、あのこれもですね、秩序がなくなる可能性ある。というのはブレタリアンというか、あの初期にね、ダービーの、まあ、こういうあの観覧米経営とかね、こういう極端自由主義とかね、そのあの最初は前からこういう、まあ、改革の基準でこう胸ができるんだけど、そこですね、頼むのある人同士が前で論争をやるわけですよ。で分裂に分裂を重ねるわけですね。でそれを収める秩序がないわけなんですよ、ね、解決する方法がないから分かれてしまうというね。そしてね、最終的にね、このまあ初期にはダービーは尊敬されたんだけども、ね、あの彼は晩年はですね、変人として評価される。彼はこのブレダルの中でやっぱり独裁的な全くのですね、あの無政府状態になれば独裁が生まれるんですよ。これは政治の世界でね、ものすごいね、改革や民主的やいね、あのやって組織を変えるじゃん。その後秩序を回復するのどうしたらいい、独裁しかないんですよ。みんな好き勝手なこと言うようになるからね、うん、だから結局ですね、ブレダルのまあこういう流れの中にね、あの一つ、まあ、やらなければ、あの大島にもブレダリの流れで救われたんですよね、選挙処分ですよね。そして、あの、どう言いますか、あのその後、まあ、ウィッテネズリーという、あの、異端者が、まあ、あと継承していますけども、まあ、ウィッテネズリーのね、あの、ローカルチャージのね、あの、特徴としてね、あの、教職制度を指定しているけれども、長老による独裁があるんですよね。そしてその中でね、何が礼的か何が有的かという判断は、長老の対する従順か不従順か、聖職的かどうか問われないんですよね。でそうなってくる危険性があるんですよね。だからこの聖書の中で、やはりこうあの長老とかね、あるいはこの教える者とか、あるいは牧師とかね、秩序がペテロに書いてありますようにね、やはり聖霊はね、聖霊はこの、あの秩序ね、まあ、教会論を2つ捉える考え方、秩序とカリスマ、カリスマ運動のカリスマじゃないんですよ、この賜物という意味でね、賜物ね、一人一人に与えられる、まあ、実質ですよね。これはまあ言ったらあの秩序とかその制度とか立場とかね、あるいはもう一つでは教義的なものも含まれていますけれども、そういうまあ2つのね、これは客観的なもの、これは非常に主観的なものね、このバランスの中でですね、この両方をバランスよく捉えるところにですね、この境界感、バランスの取れた境界感があるわけなんですね。バランスの取れたね、でこちらに極端に振っているのが、まあ、カトリックであり、まあ、ただと聖公会、ね、こちらに極端に振っているのが、まあ、ただ一番極端にブレダル、でその間に、まあ、あのいろいろな立場があるわけですよね。バプテストなんかでも真ん中よりはちょっと、まあ、こちらよりかな感じがちょっとしますけど、しかし、まあ、秩序も大事にしますからね。だからまああの長老制はだったらちょっと秩序より、そうこっちですね、あの、非常に客観性を持つのでね、あの教理の面でもね、秩序の面でもね、だからこの長老制というのは、まあ、あの別に改革派ですよね。改革派っていうのは、まあ、教理を改革された教会は改革され、定常的に改革されているというべきであるという。で、改革教会の教会政治の視点から見たら、それは長老制を取るというね、そういうもの、表裏一体なんですよ。なんか改革長老教会という団体なんですしね、壁なんかの2階にある、竹原先生なんかの団体、改革長老会、宇田先生も改革長老会ですよね。あの改革神学校はリフォームね、改革は。改革はでも若干こう、あのいろいろ幅がね、ある。こちらもいろいろ幅がある。ね、
だから皆さんは、まあ、教会から学ばれたらこういうバランスをどう考えて教会立て上げていくかっていうね、牧師の教会観っていうのは非常に大事なんですよね。だからまあいろんな先生が来てね、メッセージしてね、まあ、極端な教会観をガーッとねやったりね、やったら方法論というかね、その時に私なんかはいつも思うことがね、ああいうセルチャーチとかなんか、まあ、小牧社会とかね、いろんな教えがありますけども、基本的にね、聖書のですね、こういう歴史神学、そして組織神学の全体の中を見てね、今この先生はどういうメッセージ、位置づけのメッセージをしているかというね、位置づけをしてクリティカルなね、あ、ここは教えられるけども、ね、この教えは極端だとかね、いろいろ取捨選択して識別しながら、全部食べれるんじゃないしね、これ食べたらお腹飛ばすぞとかね、いう感じですね、こう中華料理みたいにいろんなものが並びますけども、まあ、その中で自分の健康を考えてね、食べ過ぎないように、もう注意しなきゃいけないしね、まあ、そういうこの、まあ、教科館では週末にもね、そういうのを養ってほしい。他に質問あるのか、他にいいですか、他にいいですか、はい、まあ、大体は、そういうところですね。また、質問があったらね、質問いただきましょう。メール、質問してみてください。ね、まあ、まあ、長官図といいますか、全体図をね、見る上で、非常に、エリクソンの、代表官、そして、まあ、ご自身のね、それとこの先生が書かれた観覧記と教会という、まあ、プリントをね、論文のプリントをお預けしてますので、それも読まれたらね、大体まあこの3つの文章、ね、とかグループのものとかね、大体この私が語ったことを、まあ、言っていただきます、ね、まあ若干皆さんの教会の先生方が教えておられると違うかもしれないので、ね、くれぐれもあまり大きなこの話をしないで、まあ、アムロ先生という変わった先生が囲碁盤に見て変わったことを話されてたぐらいで、まあ、ちょっとまあ、言葉に濁してですね、まあ、皆さんが生涯の報酬の中でね、また答えを出していただければなと。まあ、ここでクイズです。感謝します。全ての栄光を神に返します。アムロ先生を通しキリスト教神学を学べたことを感謝します。また一人一人にそれを理解する力を与えてくださったことを感謝します。イエス様の名前によってお祈りします。